皆さんこんにちは。今回の動画では2023年4月24日に行きました埼玉県は秩父市にあります羊山公園行った時の様子をお伝えしたいと思います。まずはチャンネル登録よろしくお願いします。そして概要欄よりインスタグラムへのフォローもよろしくお願いします。毎年大勢の観光客でにぎわう芝桜の名所です。どうぞ最後までお付き合いください。さあ一緒に行こう。偶然入った駐車場は臨時駐車場だったようです。この時期は臨時駐車場がたくさんあるんだね。それでは芝桜祭り開催期間中の芝桜の丘、入場料を支払って行ってみましょう。おお、広がる広がる。ああ、綺麗だ。それにしても人が多い。今8時15分よ。それでこの人の多さだもんね。毎年4月中旬から5月上旬にかけて咲く芝桜。芝桜が植わっている面積は関東でも指折りの広さの1万7600平方メートル。とにかく広い。この広い敷地に約40万株の芝桜が植わっています。種類は10種類。さあ、10種類の芝桜見つけることができるかな。まずはオータムローズ、定番のピンク色の芝桜。芝桜の中でも小さめの花をつけます。こちらはマックダニエルクッション。芝桜の中でも大きめの花をつけます。この細身で真っ赤な芝桜はスカーレットフレーム。こちらはリトルドット。白い芝桜で真ん中が黄色っていうのが特徴。こちらはアメージンググレース。白い芝桜で真ん中がピンクっていうのがポイント。こちらは玉の流れ。元は白色の芝桜ですがピンク色の縦縞模様が入っているのが特徴的。淡い青色の芝桜、エメラルドクッション。これで10種類の芝桜のうち6種類の芝桜をご紹介させていただきました。それでは名物のパッチワーク模様の芝桜畑をご覧ください。
葉桜の丘の裏では秩父の美味しいお店がたくさん並んだ秩父マルシェが開催中でした。秩父はチキンわらじカツが有名なんだね。春の香りいっぱいのパセリおにぎりに味噌ポテト、これめちゃくちゃ美味しい。甘めの味噌とホクホクポテトの相性が最高。そして秩父といえばジビエ料理。イノシシと鹿の串焼きを買ってみました。美味しいか食べてみましょう。イノシシ鹿、はい、そうです。美味しいか食べてみましょう。ちょっと気づいてる？美味しいか食べてみましょう。どうだい？美味しいか。美味しかった。美味しかった。うまい。天才か。さすが。ダジャレの帝王。イノシシいきます。柔らかい。うん、柔らかい。どう？なんか山椒が合うよって言うから山椒かけてみた。わらじはいかなかった。わらじはいけない。鹿だけでも結構並んでるんだよね。鹿ばっかり並んでる。こっちが鹿ね。バカになっちゃう。頭の中身がバレてしまう。なんか鹿の方が脂身が少ないね。そう、焼き椎茸もいただきました。これも美味しい。これぞ春色絨毯。パッチワーク柄に敷き詰められた40万株もの芝桜。背丈が低く花が咲くとモコモコモコっとした感じはまるで絨毯みたい。地面から来る春を感じた日でした。このチャンネルを気に入っていただけた方はプリンとお散歩のチャンネル登録をお願いします。まずチャンネル登録というところをタップ。登録済みとなれば大成功。次に横のベルをタップ。すべてをタップ。新しい動画が出るとすぐにチェックすることができます。気に入っていただけた動画にはいいねのグッドマークをタップ。高評価をお願いします。